はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょうというわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。超テクニックコース、なんだこれは。バネに当たるジャンプする、空中で調整する、着地と同時にまたバネに当たってジャンプ、それを3回繰り返す、バネ3段階ジャンプ、なんのこった？まあちょっとやってまいりましょう。クリアス 0.7%、結構難しいんじゃないかなと思いますけれども。はぁ、あ。ん？このドアがここにつな、あ、三段ジャンプ？なるほど。ちょっと待ってよ。あれ？これなんか壁ジャンでいけない？いけないか？これなんかちょっと前のコースでやったな。この、これで三段ジャンプ確かになんかできるんだよね。なんかね。どうすんだっけ？あ、なんか惜しかったね、今ね。まっすぐバネに当たっていくっていうよりは、なんかこう、くるんとかで、ちょっとこう、なんか調整を入れていく？うわー、ちょっと待って、出たんだけどね、出たんだけど、あれか、まっすぐ飛ぼうと思ったら当たるんか、それ。ってことはあれか、ちょっと調整しなきゃいけないんだな。鬼畜だね。うわ、いけたー。いや、めちゃめちゃ難しいなこれ。いけたわ。うわ、すごかった。というわけで、コースアイデアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで、本日もマリオメーカー2やってみましょう。いやー、いいですね。大変だった。ドッスンピタゴラスピードラン40秒やってまいりましょうか。ドッスンを使ったスピードランってことっぽいね。で、これはこうでいいんかな。さあ、これはこっちでよろしくて、さあ、鍵ドアに入ってまいりましょうかと。で、ん？これは普通にこういけばいい感じか。ちょっと待って、ちょっと、怖い、怖い、違うな、なんか。多分、これをこう反応させて、こういけってことで合ってんのかな。さあ、これで鍵ドアにもう一個入ってまいりましょうかと。え？こう？違うな。はい、はい、はい。で、一回ここで止まろうか？で？ここ？いや、違うな。ここか？は？合ってるか、ここで。ちょ、一回どうすんが、これ。こう行こうか、とりあえず。でも、こんなことやってる時間ないよね。まだ全然続くっぽいな。これはもう、普通に、まずこう行って、こう行けってことなんかな。なんか合ってんのかな、これで。で、これは即壁じゃんでいいんかな？踏む一回。ん？なんか違ったっぽいな。どう行けばよかったんだろうか、今のは。ん？で、おん？ん？多分とりあえず、追い越していって、こう行って、ん？あ、これでいいんだ。あの、上のドッスンがあいつの P を踏んでくれるってことか。で、鍵ドア入りまして、メット被って、土管で表目に戻りまして、時間が足りない。あ、いけた。パウミングスクール卒業試験。なんかパウ持って泳ぐってことかな。やってまいりましょうか。なんかクリア率も結構低かったよね。 0.6% とかでね。さあ、なるほど、パウ持って、なるほど。うわ、これ難しそうだね。多分結構急がなきゃいけないんだろうしね。いや、多分帰ってくるってことだよね、最終ね。これは、いや、これ下を3方がいいな、あんまり。これは、うわー、でも浮きすぎるね。歩いてから拾って、右をシッパーで、この辺で軽く調整。オッケー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 。最初のあのガリガリゾーンが一番難しいな、多分このコース。ちょっと待った。これは知った。ちょっと待って、こんなに難しいんだね、この上下の調整って。ん？倒せねえじゃん？ん？は？だってこれ持って帰ったところで鍵がないよ。ん？あ、倒した。あれ、さっきなんで倒せなかったんだ、じゃあ。いいよ、いいよ、いいよ。かなりスムーズに来てるよ。で、反応させて、こう、しっかり倒すことが大事っぽいね。さあ、帰って参りましょう。下に沈んでいかなきゃいけないのも難しいね、これ、なかなか。ここはし、オッケーオッケー。ちょっと待った。これは、これ、この微調整は結構えぐいね。さあ、ここまで来たよ。うわあ。いいよ。これさ、時間に余裕あるなら最後のここ、
もはやパウ捨てていってもいいんじゃないか説はちょっとあるけどな。オッケー。あ、でもそっか、パウないとゴール条件がないんだ。よいしょ。いや、難しかったね。ね、結構難しかった。ちょっとこれやってみよう。中級者向け30秒スピードラン227分の0、時間がかなりシビアということでやってまいりましょうか。まあ時間きついコースって結構大変だよね。いや、やっぱマリオメーカーの最大の難しポイントは時間制限だったりもするからね、時にはね。はい、と OK。 これは下手にジャンプするよりも Z ボタンの跳躍だけで行った方向、入っちゃダメ、入っちゃダメか。ここをノーミスで行く、難しそうだね。はいはいはい、こう飛んでこう飛んで、ここも入っちゃう。ああー、ちょっと1回無駄なジャンプを挟んじゃった。11個ある。あれ、めちゃめちゃ時間余裕じゃん。びっくりした、4秒余ってる。あ、いけるんかい。なんだこれ、激ムズスピラン、ゴールどこじゃ 0.7% やってまいりましょうかと。なんかゴールが隠してあるってことなんかな。いや、でもゴール隠し系のコースはそれなりにやってきとるからね。一発で見抜きたいところではございますけれども、これはこう、あー、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、でこっちでワンツー3段ジャンプだねっていう、はーい、ここやってまいりましょうかと。で、一回土管を経由していく。今、表面にいるのか、裏面にいるのかを把握しておくのが大事なような。はい、で、はい、で、はいってことだね。え？はい、オッケー、しっかり入って。ああ、なるほど。これはこのドアに入ればよろしくて。これで、表面に帰って行ける。さあ、土管から戻っ、はい。さあ、集中。はい、で、はい、しっかり左にこう跳ね返っていけば大丈夫になった。アップだ。3段ジャンプ？あ、めっちゃクルンせんとダメなんだ。さあ、ここスピン集中 OK で、これしっかり左に跳ね返って、ここどんぐらいクルンすればいい？ワン、ツー、クルンクルンクルンぐらいあ、これでいけるってことか。よいしょ、 OK。さあ、これでもう一回裏面経由していく感じなんだね。さあ、土管入って、参りましょうかと。OK。ここも多分割と左右おしっぱでいけるようになってて、これでもう一回表面に帰って、鍵持ってるね。オッケー、ピンクコイン集めてきてる。ほ？なるほど、ここまで来てるのがもうそもそも間違いですよというお話でございますね。なるほど、そういう感じでございましょうかと。ワン、ツー、くるんくるんくるん、3段ジャンプでここじゃね。オッケー